こんにちは、元バンディット 400V です。今回は開封動画をお届けします。Amazon から購入しました。商品はイヤホン、過去にも確か紹介動画上げた記憶があるんですけども、今回初めて、ワイヤレスイヤホンで、完全ワイヤレスっていうタイプの、ものを購入してます。過去には普通のワイヤレスの商品を購入したことあるんですけども、今までずっと欲しかったんですが、ちょっとなかなか機会がなくって、オキモってやつですね。Amazon のタイムセールやってまして、1299円で購入しました。送料無料です。今は、もうタイムセール終わってまして、値段が元に戻ってて、1999円。それでも2000円しないで購入できるものですね。タイプとしては、Apple の AirPods みたいな、タイプの形状なんですかね。2色、色が、カラーがあるんですけども、今回は、黒を購入しました。これ黒なんだろうか。外観からは、色がわからないね。一応黒頼んだんだけども、メイドインチャイナ、ね、開けていきましょう。一応日本語に書いてますね、表記は。多分これが充電器で、充電器をつなぐための USB ケーブルが入ってるくらいかな、多分ものとしては。あんまり珍しいものじゃないと思うんですけども、黒ですね。はい、黒でした。で、TWS-A3 っていう機種みたいです。マニュアルは、一応英語と日本語と、こっちが英語ですね、ユーザーマニュアルが。で、反対側は日本語マニュアルになってますね。で、普段、使ってるのは、まだ開けようか。開けてみましょう。なんかチャッチーですね。で、多分これがケーブルかな。そうですね、充電ケーブルと、あとこれはイヤーパッドが、イヤーパッドが4つ、ちっちゃいのと大きいのがついてますね。これが充電ケーブル。あ、これ USB の C タイプですね。やっぱり最近は USB C タイプが多いですね。ちょっと分かりにくいですけども、ここに大きいもっていう風に、文字が印刷されてます。パッと見は分かんないです。で、裏に、LED が4つついてまして、これが充電容量を、表示する LED だと思います。で、
あ、開けたらあのランプ2つつきましたけども、多分今ランプがついたね。開けたらペアリングするんでしょうか。取り出してみましょう。ああこういうやつか。なるほど、軽いですね。で1個の方は、今点滅してますね。赤と青で点滅してますんで、一般的にあのワイヤレスイヤホンですとペアリングできる状態が赤と青の点滅。ここが端子、充電端子ですかね。はい、はい、ちょっとこの辺のインジケーターっていうか LED の表示はちょっとマニュアル見てみますけども、とりあえずこんなものです。で今あの使ってるやつはこれは骨伝導ワイヤレスイヤホンで、これはあのこう耳のそばにここを当てるんですけども、ちょっとこう締め付けられるような感じで、使いづらいけどもちょっと使ってます。でその前は、こういうタイプの、まあ、有線の有線のっていうか、従来のワイヤレスや耳掛けタイプがあるやつ、あと持ってるのは耳掛けじゃなくちょっとこういう突起がついてるのがありますと。ちょっと見てみましょうか。充電中は白く点滅しますと。充電完了すると指示ランプが白く点灯しますと。右と左が、あるみたいで、機能は1回タッチで、再生一時停止、2回タッチで受信の拒否、3回タッチで Siri 起動。Android なんでちょっと Siri はないかなあ。あーそっか、音量の調整ができないのこれ。あーそっか、ちょっとそうなんだ。あーちょっと失敗しましたね。そっか、音量調整ができません。そうなんだ。あ、あるか。あ、ごめんなさい、ありました。長押しするのか、音量。めんどくさいね。そっか、ちょっと慣れるまで難しいかな。はい、ちょっと使用感はまだわからないんですけども、まあ、こういうお安いのを買ってみましたと。で、ウォーキングとかランニングの時に音楽聴くんで、ちょっとそれで使いたいなとは思ってるんですけども、まあウォーキングはいいんですけども、ランニングは落ちるかどうかっていうか、フィット感がちょっと気になるですかね。
はい、ちょっと長々お話しましたけども、今回は、初めて購入しましたけども、完全ワイヤレスのイヤホンの開封でした。以上です。